はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの人気の X シリーズ UX の3です。 UX123 ってありますけどね、大中小とあるんですけど、その大の方ですね、一番大きな UX です。これ結構ね人気なんですよね、以前も UX3 ないですかみたいな電話がねかかってきましたけど、こちらになりますね。形的にはもう学校にあるような普通の形ですけどもね、その3段階の一番大きなタイプになりますね。ここにエトンエスケープというね、音が抜ける、前に抜ける音ものもありますね。はい、こちらです。 UX の3、はい、中の構造こんな感じですね。で、ハンマーですけども、はい、いつものように普通に使ってたぐらいですね。蓋がちょっと重いです。この蓋が結構ねずっしりしてますね。はい、低音から聞いてください。おっと、来ましたね、パワーです。はい、ヤマハピアノ特有の鳴りですね。素晴らしいです。はい、いいですね。こういうその X タイプがなかなか今ね、まあ、コストもかかりますし作ってないですけどね、中古でしか手に入りません、このモデルはね。はい、ヤマハの UX3 のご紹介でした。それではさようなら。